こんにちは、リコです。今日はですね、私のインスタグラムの今までアップしてきた私服のねコーデについていろいろ振り返りながらご紹介していけたらいいなというふうに思います。まず一番最近のコーデなのかな、だとこれですね、こちらのコーデなんですけど、私基本このインスタグラムの私服にはタグ付けをしているので、ポンって押していただければタグがついてると思うんですけど、もうね春になってきたっていう感じだったので、この時はなので、このトレンチコートっていうか結構薄地なんですけど、ウィゴーさんのアウターにこのモコモコのねファーのバッグがすごい可愛いんですよ。これハニーミーハニーさんなんですけど、でちっちゃくて、私最近バッグを斜め掛けより手持ちのバッグにハマっていて、斜め掛けももちろん全然持つんですけど、手持ちもねいいなっていう風に思ってて、なんかそれまでは結構なんだろうな、斜め掛けじゃないと手が両手開かないしとか思ってたんですけど、最近はねそれよりやっぱり手持ちの方がおしゃれだなって感じることが多くなってきたので、この手持ちのバッグを結構持ってます。でこれはファーで可愛いんですけど、でファーだけど結構くすみピンクみたいな感じの色なんですよ。だから全然この春でも持てるなって、春夏はあれだけど春だったら全然いけるなと思ったので使っております。で最近メガネをちょっとかけてるんですけどね、まあ、これは私本当あんまり目がいいわけじゃないので、たまに文字が見えない時とかかけてるって感じ、ガチメガネです。これはゾフさんのメガネですね。でこのパンツもウィゴーさんのやつで、茶色系のちょっと可愛いベージュっぽい、ベージュ類な感じのやつです。で最近スニーカーにもハマっていて、このスニーカープーマさんのスニーカーなんですけど、アトモスさんで購入しました。そうスニーカーもすごい楽でいいんですよ。今まで結構マーティンしか履かなかったんですけど、スニーカーもいいなって思い始めて履いております。で次の私服はこちらですね。これもタグ付けしてあるんですけど、このアウターはなんかジャケットみたいな感じでまた投稿しようと思ってるんですけど、黒のジャケットみたいな感じです。でこれはね黒かったからバッグで差し色ってやつっていう文章にしたんですけど、私結構最近ファッションが黒くなっちゃうことが多いので、このバッグで差し色にしたんですけど、このバッグベルシカさんので、この斜め掛けの部分がすごいね、チェーンが結構太めの鎖みたいな感じになってて、すごい可愛いなって思ったのと、これ結構写真だと真っ黄色って感じかもしれないんですけど、実際蛍光の黄色っていう感じで黒と黄色があって、でも私ほんとバッグもそれこそ全部黒になりがちだったので、たまには色味を買ってみようと思って蛍光の黄色を買ったら、この日ファッションがちょうど黒かったので、あちょうど差し色にいいやと思ってこのバッグを使いました。これすごい可愛い。これはほんと夏でもね当たり前だけどいける感じの色味なので、夏にもたくさん活用させようと思いますが、一足先に使っちゃいました。で最近キャップとかバケハにもハマっているので、これはラグアジェムさんのバケハです。購入したやつをかぶってます。結構お仕事とかで自前ヘアメイクの時だとなかなかキャップとかかぶっちゃうと前髪とか髪の毛が崩れちゃうっていうのがあるんですけど、結構すっぴんでもいい時とかヘアを直せる時とかはキャップとかバケハをかぶって出かけることが最近は多いです。前髪なし結構楽なんですよ。で続いてこちら、これは渋谷スカイに行ってそれの投稿としてアップしたんですけど、まあファッション説明するとオールホワイトコーデというか白コーデみたいな感じになってて、このトップスはマージーさんで買ったんですけど、アディダスさんとのコラボらしくてすごい可愛いんですよ。でトレーナーっぽい感じだけど、でも素材感的には結構春夏っぽい感じなのですごい可愛いなと思って、で色味結構グレーがかった白みたいな感じなんですけど、まあオフホワイト的な感じで結構使ってます最近。でこのボトムスはこれどこだっけね、ベルシカさんかな、うんで買った白のボトム、真っ白ですね。これは結構最近デニムだけじゃなくて白だったり結構なくすみ系の緑とかそれこそ黄緑とかのデニム素材のボトムも流行ってるので、色系のねパンツにも注目してます私は。であとは次どうしようかな、次4個目、こちら、これは空き時間にお買い物したし私服って書いて、本当私服なんですけど、
このジャケットはビゴーさんのジャケットで、結構色もね、この写真とあんまり変わんないかな。青でもないし白でもない、結構ほんとグレーがかったでも青寄りのジャケットです。でこのパンツもね、なんかすごい裾が広がってるパンツってスタイルもよく見えるし、足も細く見えるからすごい好きで、で楽ちんだし、これベルシカさんで買ったんですけど、丈感も結構ギリギリのね、丈感が逆に良くて私的に、でこれを結構履いてます。これ結構真っ白、でもちょっとクリーミー系の白かなのパンツになってるんですけど、すごいスタイルがよく見えるからよく履いちゃってます。しかもすごいストレッチが効いてるんですよ、多分すごい動いてても楽で、うん、これはねよく着てますね。でこのトップス見づらいんですけど、これはどこのか、あ、これもマウジーさんですね。この中に着てる肌色のトップスを、なんか肌色ってすごい合わせやすいんですよね、結構 肌の色と同じだから馴染みやすくて、なんかトップスとかインナーに迷った時は結構肌色系とか白とかシンプルめの色を取り入れることが多いです。はい、これは本当にこの日ねザラでお買い物をしたので紙袋を持ってます。で次の私服はこちらかな、うん、こちら、これも私服ですって書いてあるんですけど、この日はねこの時にしては結構珍しくあったかかったので、結構薄手で出かけたなっていう気分でした。でこの中に実は黒のパーカーを着てて、これ結構ショート丈で、ここにハニーって入ってて、ハニーミーハニーさんなんですけど、基本このねアウター白のなんだ G ジャンを羽織ってたので、中は黒のあのパーカーでシンプルにしました。でこの白のアウターはママタキさんっていう古着屋さんなんですけど、結構オリジナルブランドとかもあって、私が結構愛用してるブランドさんの一つでもあるところで購入しました。でこのパンツもママタキさん同じですね。でカバンはディーゼルさんで、靴はさっきと同じプーマのスニーカーです。最近結構スニーカーを履いてること多いから、投稿も自然とスニーカー多めになってるんですけど、夏だとやっぱりねサンダルとかになってくるんですけど、今の時期結構春だから、なんかマーチンだとちょっと厚めにもなるし、だからスニーカーにしようかなって感じでスニーカーが多めになっております。これは色味が結構このパンツの青がね綺麗に出てて、でそこで色味をがっつり取り入れたので、白の G ジャンと黒のパーカーでシンプルにしました。でも白のアウターにするだけでも結構雰囲気っていうか、その季節感的にも変わってくるので、白のアウター可愛いですね。私今白のロングコートっていうかロングアウターみたいなの狙ってます。欲しいなって思うのがある。シェルターさんにすごい行くことが最近多いので、だからその中のブランドだったら、まあ、3つになっちゃうけど、マウジーさんとラグアジムさんとスライさんは結構使ってて、それ以外にってなったらそれこそジュエティさんとか、あとザラさんによく行きます。ほんとそこ巡ってるかも。でも最近アトモさんもう3つじゃないの、5つぐらい行ってるその辺すごいぐるぐるしてます。え、私マジ原宿完結女ですよ、本当に本当に原宿で完結します。私私服だから迷ったら全然午後帯でも5時とかから6時とかから原宿行ってももうすぐも行くお店大体決まってるから。でも最近私すごいロゴとか柄とかだったんですけど、すごいほんと1年前とかつい最近までそんな感じだったんですけど、それよりは結構色とかなんか素材感のデザインとかで遊んでるようなお洋服が好きです。本当にそれこそスライさんとかも結構シンプルだけどおしゃれで、ちょっと大人っぽい感じのカジュアルめのラインのお洋服が多いので、そういう感じのお洋服が最近は好きですね。結構無地っていうかそういうのが好き。リコになるためにはなんだろうな、確かに難しいけど、でも最近私家で思ったのは本当にめっちゃこの時期っていうのもあるんですけど、ジャケット系のアウターがめちゃくちゃ多くて、だからジャケット型のなんかアイテムを持ってたりとかで、私結構ねジューティーさんの洋服着てる率が高いかもしれないので、なんかジューティーさんに行けば何かしら被ると思いますよ、洋服インスタ載っけてたりするので。ジューティーさん、でもリコが行ったブランドの洋服を着てることが本当に多いから、この洋服のブランドさんでお洋服買ったら大体同じような系統になるのかなって思いますね。
サンダル系だったらバレーシューズとか、なんかレザーフラットシューズみたいな感じの、なんかパカパカしてる感じ。なんか平らっぽい。でもなんかサンダル。足の甲が見える感じの種類のサンダルが、すごい私は注目してます。チャイナシューズとかベトナムサンダルとか。そういう系のサンダルが靴だったら欲しくて。あとは、なんか透けてる感じの素材とか、なんかレースみたいになってて中が透ける、中に T シャツ着込んで着るようなお洋服だったりとか、あとはそれこそカラーのパンツとかも欲しいですね。色が結構この春来る気がしてるので、そういうのが気になります。はい、ということで今までのね、インスタグラムをあさってというか戻っていろいろ私服のポイントとかを説明していったんですけど、またお外に出れる状況になってきたら、それで1週間コーデとか組んでね、 Vlog とかまた回していけたらいいなというふうに思ってるので、皆さんそれまでお楽しみください。じゃない、お待ちください。皆さんも一緒にね、おうち時間楽しみましょう。それではバイバーイ。